川俊足の田中追いつけるか。残しました。サポート鎌田です。中に樋口が収めてナイストラップシュート決まった。ゴール。ここからドリブルで運んで福島隼人右サイド吉永のクロスイスマイラ越えて決めていきました。ゴールを決めたのは樋口です。浜田に取る右襟を落としてイスマイラ右に散らして吉永です。吉永の速いクロス外からいった樋口。そして選手を上げてきて長いボールを入れてきたイスマイラターゲット。しかしこのボール連れてシュート決まった。もう一度右サイド森コーダーのところにボールが来ました。グランダーのパス中に入れてシュートまで持って決めました。バーに置いてくる折り返せるか。右足のクロスになった。池田がヘディング樋口。モローカのスローイン。モローカ中に入れて池田がファーストサイドに人が余っていましたがここは決めていきました。樋口です。まだ打ち切れない。もう一度かわす。右に肌いいクロスだ。一つやり返しました樋口。樋口と田中とのパス交換。田中一人かわして中には2枚です。左足のクロスファーサイド樋口のヘディングシュートが決まりました。